3月11日の放送です。もう3月も半ばですね。今年も1年が早い気がする。最近はちょっとずつ暖かくなってきたので外に出やすくなってありがたいですね。去年の秋くらいから少しずつ描いていたこの絵を学校に持って行っていろんな人の絵と比べてみる合評っていう機会があったんですけど、いつも僕が制作してる部屋とは違う広い空間で改めて自分の絵を見ると目と脳がリセットされるのか、いろいろな発見があってとても良かった。一度はなんかまあまあ完成したかなと思ってたんですけど、改めて見たらなんだか想像の半分くらいしかできていないような気がしたので、あ、これはまずい、再びしっかり描いていこうと思いました。あとこの絵を大きなバッグに入れて1時間半くらいかけて歩いて学校に行ったんですけど、やはり翌日から体がひどい筋肉痛に見舞われたので、しっかり体作りもやっていこうと思いました。また一から描き直そうと思うので、せっかくだから人を描いていこう。誰かが歩いた道的な感じの絵にしたい。猫、黒猫をお供につけよう。道もこうふかふかした不思議な道にしたい。魔法がかかった世界みたいな。全体的な感じを捉えていく。うん、集中力がなくなってきた。寝よう。ではチャンネル登録するかどうかはお任せしますので、もしよかったらもう一本作品見ていただけるととても嬉しいです。売れない画家アトリエでした。